民主党バイデン政権の審判と位置づけられたアメリカの中間選挙の最新の開票状況です CNN によりますと午後10時40分現在で議会上院は与党、民主党野党、共和党ともに48議席を獲得していますが過半数には至っていません今も開票が続けられているジョージア州ウィスコンシン州アリゾナ州 ネバダ州の激戦州4州の結果で勝敗が決まります特にジョージア州は得票率50%を超える候補者がいないため決戦投票に持ち越しとなる可能性が高くなっていますまた議会下院は民主党が178議席共和党が199議席を獲得していますがこちらも過半数の218議席には至っておらず接戦となっています